こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、10月になりましたね。2021年もあっという間に10月です。まあ、稼げる人と稼げない人様々生まれてきましたけども、まあ、私はですね、常にお金を稼ぐ方法を皆さんに提案してきました。やるかどうかはね、一人一人、まあ、モチベーションによるのかなと思いますし、どんな目標のために何を使って稼ぐのかってこともね、だいぶ大きな影響を及ぼすと思います。今回は速稼塾のポータルサイトちょっとご案内しますので、こちらの画面を切り替えてご覧いただきたいと思います。まあね、いくつからでも始めれるのがこのまあネットビジネスなんですよね。ただネットビジネスをやることが目的化してしまっては全然意味がなくって、目的ってのはね、お金を稼いで時間の自由を手に入れることですから、もうぜひね、そこら辺目的と手段を取り違えないようにしていただきたいかなと思います。その辺も具体的に速稼塾の方でお伝えしていきますので、今回ね、速稼塾に入ったらどんなポータルサイトで学んでいくのかってことをご案内します。10月なんですけども、すでにコンテンツの方は埋め込んでいるんですよ。かなり先まで。やっぱりね、 YouTube を手に入れなければ、映像とか放送を手に入れなければね、稼ぐのはちょっと遠回りになっちゃうと思うんですよ。ですんで、ここでは YouTube で多くの方のアクセスを呼び込んで、商品を売るためのアクセスをね、取り込んで、で、売っていく方法をこう紹介しています。10月の1日から最初の1週間ですでに、こういうふうなね、YouTube の、まあ、様々な使い方をご案内しています。まあ、私自身チャンネル登録1万5000人を突破して、それから YouTube で1万5000本以上の動画を上げてきてね、YouTube だけでの売り上げでも1億円になるわけですよ。つまり、動画1本あたりの価格は1万円という計算ができます。もちろん、単純に動画の広告収入が上がってるよっていうことだけではなくて、きちんと動画の中でね、商品のご案内とか、信頼関係構築とか、セールスとかを、やっぱね、行ってるわけなんですよ。まあ、どういうふうに集客すれば、どういうふうにセールスすれば、売れていくのか。3000円とか5000円の商品の売り方とかね、1万円とか3万円の商品の売り方とか、まあ中には、30万から100万の商品の売り方っていうのもやっています。まあ、YouTube で商品を売るようでしたら、まあ、私のポータルサイトに来ていただければと思いますね。で、2つ目の方法ですけども、FX がありますね。まあ、速稼塾といえば FX。私自身2017年からこの FX を始めまして、それまでは FX の資金を作るためにビジネスをしていたんですけども、現在は FX で年間で1000万円程度でしたら生み出せるようになりました。まあなんでね、控えめに1000万円程度とかっていうと、FX で何千万も稼ぐっていうのは、私の方からの指導はできないんですよ。私の方の指導でできるのは、FX で4割負けるけども6割勝つ。この差額の2割でやっていきましょうってことなんですよ。まあですんで、大勝ちしたりね、勝率を9割にしたりとかはできません。ただ、勝率で言えば 60%。まあ、緩やかにお金が増え続けるって感じですかね。まあそれでもね、すごいと思うんですよ。ほとんどの人は、なぜか FX を学び始めるとマイナスになりますからね。FX って買うか売るしかないんで、基本的には2分の1の確率でお金の残るはずなんですよ。まあそこまでいかなくても、お金が減らずに増えも減りもしないっていう状態が続くのが、五分五分の世界なんですけども、なぜか学び始めると、ほとんどの方が資金を失うというね。まあだから私の方は、まあ、6割勝てればいいんじゃないのと。4割の負けは受け入れましょうって形で、毎日 FX の相場解説をしております。まあ、9月の最終週なんてね、一方的にずっと毎日買いましょう、買いましょう、買いましょうって言っただけなんですけども、結局全員爆撃というね、一方的なトレンドが見えましたね。まあ、FX の基礎からやってますんで、お楽しみいただけると思います。で、塾生の動画ってのがあります。これは速稼塾の塾生さんが、私に特にね、これを拡散してくださいっていうふうにお願いされるんで掲載してます。まあ、通常ですね、チャンネル登録が1万人以上ある、YouTube チャンネルから紹介をいただくっていうのは、広告料でも払わなければ無理なんですけども、まあ、速稼塾に入っていただけたら、皆さんのメディアとかね、皆さんの商品とかを惜しげもなく紹介します。まあ、時にはね、ズーム対談みたいなのをして、その中で私がプッシュしていきますので、まあ、集客とか売り上げには繋がりやすいんじゃないかなと思います。ぜひこちらの方もね、ご利用いただければと思います。これがね、多分速稼塾に入って一番の特典だと思いますよ。広告料を払わずに、
広告拡散をしてもらえるというね、私が逆の立場だったら絶対にお願いしたいなと思うところですね。で、最後は、まあ時代の体の間ですね。こちらの方も、まあ、エポックの切り替えと同時にどのようになっているかとかね。それから、体の最新情報。もちろん暗号通貨全体のお話もよろしかったらさせていただくんですけども、まあ速可食といえば、まあ体のなのかなと思ってますね。以上のようなコンテンツで学んでいくことになりますけども、その他ね、ポイントサイトですとか、自己アフィリエイトとか、お金を、みんなの銀行か。こちらの方とかは、まあ、はっきり言って当たり前すぎるんで、もう掲載してませんけども、その都度その都度、この隠居 TV の方で紹介していきますので、こちらの方で瞬間的にお金が欲しい方は、稼いでいっていただければと思います。まあ肝心なことはね、どこに向かって走るのかってことを決めることなんですよ。で、走る方向が決まれば、私も応援のしようがあります。でも、どこに行くのか、ご本人さんが決めてないと、私も応援できませんのでね。ぜひね、いくら稼ぎたい、何で稼ぎたい、どういう風な将来を送りたい。まあ、その辺から、すり合わせて、させていただいて、まあ私がね、それに対してどこまで協力できるかなってことですね。まあ一朝一夕に目的は達成されませんけども、まあ石の上には3年ではないですけどね、千里の道も一歩の気持ちでやっていかないといけないんじゃないかなと思います。まあただ、それだけの価値はあると思いますよ。まあ、ぜひインターネット、情報発信ビジネス、学んでみてください。それじゃあ、速可食の歩き方は以上でございます。いってらっしゃい。